七夜。七夜もしくは、七店、七歩は、何らかの物品を、質、七草、担保に取り、留置地期限までに弁済を受けないときは、当該七物を持って、その弁済に充てる条件で金銭を押し付ける、融資事業を行う事業者あるいは店舗を指す。物品を七草にして、金銭を借り入れることを、七入れという。俗称として一六銀行の名称を掲げている七夜。 モル。イタリアでは、フランシスコ会の修道院が1462年にペルージャに公益チアを開き、その後、シエナやフィレンツェなどの各都市に公益チアを開いた。フランシスコ会がシエナに開設した公益チアは銀行業を兼営したもので、後にシエナ貯蓄銀行へと発展した。イタリアで始まった修道院による公益チアは、 キリスト教の保護のもとで、ヨーロッパ各地へと広まり、庶民金融機関が誕生するきっかけとなった。中国における、七夜の起源は、西暦5世紀に寺院が、給品事業として行ったものに始まり、伝統業とも言った。信代には、国家が七夜に資金を提供して、収益の一部を公用に充てることも行われるなど、経済上機な影響を持った。 日本の質屋の起源は鎌倉時代と言われ、1960年代頃まで庶民金融の主力であった。しかし、1970年代頃から無担保、無保証人で一般市民に融資を行う団地金融、消費者金融、サラ金の前身が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。日本の現在の質屋の業態は貸付事業よりも、 流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる有名ブランド品などの買い取りや仕入れ、販売などがある字になっている。とりわけ、地域の質や組合が行う質流れ品の販売イベントには毎回多くの客が訪れる。変わった使い方としては、金銭を借りずに、金利相当分だけ払って、古美術品などの外部の倉庫代わりに利用されることもある。 庶民の間の一般的な金融であった当時、七屋が良いが世間体が悪いとの思いから、七と七、七をかけた七つや、セブンや、セブン銀行、十六銀行などの因語が用いられた。大阪、京都、名古屋などの関西、中京圏では、ひちゃと発音され、ひらがなで、ちと書いた看板がよく存在する。七草には、 不動産以外の宝飾品や貴金属、ジュエリー、いわゆる、有名ブランド品、バッグ、腕時計などの他に、ゴルフ会員券、電話加入券、有価証券、金貨、金地金などが当てられることが多い。七夜は、七草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最短留置期限は3ヶ月であり、利子の支払いにより質契約を更新できる。質おけ、 借り主は、留置地期限前は、いつでも、元利金を弁済して、その七物を受け戻すことができる。一方、もし留置地期限までに、元利金の弁済がなされない場合は、七夜はその七物の所有権を取得し、七流れという、これを処分できる。法律により、七夜が質を受け、主、借り主に対して、取り立てや催促を行うことができない。また、 同産に対する強制執行では、売却代金と管理及び費用との差額は債務者に返還しなければいけないのに対して、民営質屋については、七流れの七物は売却して、管理との差額は民営質屋の利となる。刑罰上の法廷の上限金利は、比例点3%。 年109.5%であるが、月9%の歴月計算が認められており、日割り計算を行わない場合がある。そのため、質屋営業についても、利息政権法における、規制利息を起こす、高金利で営業しているのが、一般的であり、現行の公認営業の業界では、質屋業界のみが、グレーゾーン金利で営業している。一般的には、無担保よりも、 有担保の方が金利が低いのが通例であるが、質や営業については、有担保でありながら、無担保の金融業者よりも、かなりの高利で営業しているのが通例であり、珍しい営業実態である。歴月9%を刑罰法令の適用の、上限金利、民事上の上限であるかについては、質や営業法第36条そのものが、金利の刑罰法令である出資法の読み替え規定の、 ためかきの通り争われているとした理由立法当時の質屋の営業実態を参考にしていて大部分が月1割であり一律に出資法の上限金利である日部30銭1日あたり0.3%を適用とすると実情に合わないためまた刑罰法令の一般金利である日部30銭との釣り合いを取ったためとされている 質屋営業は質預かりによる金銭貸し付けであるが、物品の所有権を即時に移転させる、買取も行う。この場合、古物営業法が適用される。留置地となった物品や買い取った物品を店頭で販売する質屋もある。消費者金融などの貸金業とは異なり、質屋営業法に基づく業種形態であり、質屋営業法第1条で次のように定義され、 第2条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な専用品の監禁により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者、業界の監督を行う趣旨による。質屋営業法抜粋第1条この法律において、質屋営業とは、物品、有価証券を含む、 第22条を除き、以下同じ。お室に取り、留置地期限、留置地期限返中までに、当該七物で担保される再建の弁済受けない。時は、当該七物を持つて、その弁済に充てる約款を付して、金銭を貸し付ける営業を言う。第2項この法律において、七夜とは、七夜営業を営むもので、第2条第1項の規定による許可を受けたものを言う。 金利については、利息制限法第1条第1項の、金銭を目的とする消費対策の利息の契約に、該当する、後期の長崎地裁、広島地裁判決参照が、貸金業、利息制限法による10万円未満の年利20.0%、等とは異なり平年年利109.5%、順年,年利109.8%、1日あたり0.3%、 歴月9%、厳密には1日値あたり0.3%、年利109.5%、109.8%は1日値あたり0.3%の、年換算に過ぎないで月の初日から末日までの期間をすべての月で30日とする内容で一期として、利息を計算する。したがって、歴月9%となるために、契約日、 返済日により日割り換算の実質年利が異なるため、日割り換算で実質年利108%程度以上の小売となるまでとされており、基本的に短期、小学金融であることや七草の鑑定、保管の手数、当販防止、当販品操作協力等の費用を加味した高い上限金利が規定されている七屋営業法第36条。よって、 利息制限法は適用されないとする裁判例が存在する長崎地裁平成21年4月14日判決判例集未掲載等参照。ただし、質屋営業にも利息制限法が適用され、超過利息については返還すべきとの裁判例。大阪地裁平成15年11月27日判決評語県弁護士会 HP。 名古屋地裁判田支部平成23年8月11日判決、名古屋消費者信用問題研究会 HP 参照も存在する。さらに、質屋営業法第36条は、利息制限法の特則であるとする裁判例も存在する、広島地裁平成23年2月25日判決判例集、未掲載参照。このように、質屋営業においては、 利息制限法の適用等について、下級審の判断が割れており、県会統一の最高裁判例も存在しない。公益質屋法2000年廃止に基づいて、市町村特別区内市社会福祉法人により、社会福祉事業として行われていた質屋。一般の質屋、営業質屋と比べ、貸付金額や貸付利率は命令で定められ、 一般用理定理。公益質屋法4条。利率も半月単位で計算され、5条。留置地までの期間が4ヶ月と長かった。8条。しかも、返済がなされなかった場合でも、七物は入札により売却して、11条2項。管理との差額は、質を受け、主、債務者に返済しなければならなかった。12条。 なお厚生労働省によると2000年の廃止時点での金利は上限年利36%であった。参考までに消費者金融の金利は2000年の出資法改正以前の上限金利は40.004%であったが出資法改正以降は29.2%となった。常実のような法定金利の差に目をつけ闇金融業者が質屋として営業許可を取る。 偽装七夜という事例も現れている。通常の七夜では、七草の価値をもとに金銭を貸し、大農時は七流れとするが、偽装七夜では七草に価値はなく、また七流れもさせず、自動引き落としにより融資金を回収していた。これらの状況から、実態は貸金業だとして、貸金業規制法違反として摘発がなされている。被害者の多くは、 貸金業規制法の総量規制で消費者金融や審判会社から借りられない、借りられなくなった人、主に低所得者や高齢者、生活保護受給者、一人親世帯であり、年金や生活保護、児童扶養手当が振り込まれる口座に、児童引き落としを設定して、事実上年金や生活保護、児童扶養手当を担保として、融資をしている状態であった。その他、 レンタル時計店を仮装した闇金融業者の事例もある。被害者がレンタル時計でほとんどが偽物である時計を借りてレンタル時計屋にはレンタル料金が発生する質屋でその時計を本物と鑑定し、質入れをしてお金を貸金業法の規制ではなく質屋営業法第36条による高金利で貸し出し、レンタル時計店と質屋は共謀している。 質屋営業法第36条による月歴9%という高金利規制は闇金融の格好のターゲットとされ、上記の犯罪事例も含め闇金融による犯罪等の温床にもなっていて、社会問題も引き起こしている。財産犯によって脱出された物品が質屋に持ち込まれるケースがあるが、この場合、窃盗罪や遺失物横領罪などによるものは被害者に 民法上の回復請求権が認められているのに、対し、詐欺罪や業務上横領罪などによるものではできないとされている。これに関して、軽装となっている例として、造兵局東京支局、当時、現埼玉支局に勤務していた50歳以来の男性職員が、2014年から2016年にかけて勤務先から金塊を盗み出して、 東京都や埼玉県の七夜に七入れした。この職員は窃盗罪で、懲役5年の刑となった。この件において、造幣局側は、各七夜に、回復請求権に基づき返還請求をしたものの、七夜側は、横領品であるためとして応じず、造幣局側は、当該の職員の行為は窃盗罪だとして、東京地方裁判所と埼玉地方裁判所に、 し質屋を相手取り訴訟を起こしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。